はい、手巻きタバコの、巻き紙動画、こちら、今回はこちら、ギゼの、スーパーファインエクストラスリムです。こちらはですね、スリム用の巻き紙ということで、長さが、違うみたいですね。あとコーナーカットされてます。コーナーカット。で、ここの幅ですね。ここの幅が、普通のペーパーより短い。ということで、結局、あれだよね。スリムタバコで、スリムサイズのこのフィルター用の、巻き紙と。おそらくこれが、初めて。このギゼのやつが、おそらく、初ではないか。てか、それ以外に存在しないんですよね。おそらく。スリムフィルター専用のペーパー。スリムタバコ専用ペーパー。これしかないんですよ。うん。探したんですけど、おそらくないです。チェのシルバーで吸っていきましょう。まあ、結局のところ、紙の量が少ないわけですから、幅が短いわけだからね。結局のところ、それによって、灰が少ないのは間違いないでしょう。で、さらにコーナーがカットされているということで、そこの部分もさらに、まあ、紙の量が少ないわけです。ということは非常に、灰が少ないはず。ね。うん。吸っていきましょう。ちなみにこちら66枚入りで100円です。安い !66 枚入りで100円?安っ。6枚お得ですね。スモーキングのシリーズよりは6枚お得。これ安いんだ。へぇ。細巻き派には嬉しいスリムサイズ。角がカットされていて、ローラーに挿入しやすい。燃焼速度が標準。66枚入りということで。これコスパいいんじゃない?すごい。スリムだけ吸う人は、これはコスパいいっすね。髪の薄さもかなり薄いです。ごめん、間違えたかも、これ。これ、あれだ。こっちはあれだ。ギゼのエクストラスリムスーパーファインカットコーナーってやつだ。これ、100枚入りですね。100枚入りで、100枚入りで160円。これ、似たようなやつがもう一個あんねんな。スリムサイズで角が、カットされていて、ローラーに挿入しやすい。で、燃焼速度が遅め。で、100枚入りと。ギゼの、細巻き用のペーパーがこの2種類あるんですけど、こっちは100枚入り。
で、燃焼速度が遅めという違いがあるみたいですね。もう一方の方は、66枚入りで、の方ですね。そっちの方は、紙の薄さが、普通ぐらいの薄さみたいですね。こっちは極薄タイプなんだけど、もう一つの方は、通常の厚さ。100枚入りで160円だから、50枚入りで80円か。まあ安いんだか高いんだかようわからへんけど。まああれやね。まあスリムのタバコしか吸わないって人は、これはいいんじゃないですかね。味も特に、悪いとこは特に全くないです。変な味とかするとか臭いとか、そういったのは何もないです。まあ、俺は基本的に、スリムじゃなくて、最近はレギュラーしか吸わないんですけど。うん。問題なし。まあ、ただ、レギュラーで吸えないっていう、まあ、ね、欠点はありますけど。幅が足りないですからね。多分、レギュラーを巻くのに幅が足りないんですよ。だから、それを考慮しても、まあ、四つ星でしょうね。はい、こちらは四つ星。ご視聴ありがとうございました。